千葉県の社会福祉法人が使い道を報告しないまま自治体から多額の運営費を受け取っていた問題で、運営する保育園同士で六千万円以上の金の貸し借りをしていたことが分かりました。千葉県流山市の社会福祉法人・南流山福祉会は、市内や東京足立区で合わせて三つの保育園を運営しています。法人の決算報告書の草案によりますと、 各保育園の運営費として個別に交付された金を法人本部や保育園の間で2015年度と2016年度に6400万円近くの貸し借りをしていたことが新たに分かりました法人は取材に対しルール違反ということは分かっているが外部から借りるより法人内で資金繰りした方が適当だと考えたとコメントしています流山市は千葉県とともに 近く法人を立ち入り調査し内部状況を把握する方針です。